友達マークが一つ。喧嘩では喧嘩だ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと聞いてもらえますか。ほいほい。あれか、子供が大きくなったんか。コルボンが一人前に成長しました。なんかね、トモコレやるの多分めちゃくちゃ久しぶりな気がする。この子の成長のために、多分そうやと思う。マンションに一人暮らしさせようと思います。うんうん。どちらがこの子のためになるでしょうか。マンション今空いてなかったんじゃないかな、多分。一人暮らし、はい。そうですよね。あ、空いとんか。それがいいと思っていました。あ、一箇所だけ空けとったんかな、前回の終わりの時に。終わりの時っていうか終わった後に。コウボンちゃんね。OK。 今日からお世話になります。うんうん。アイナ島の住人になりました。私たちの僕も今後ともよろしくお願いします。こちらこそ。記念にこれももらってください。はい、まあここは割愛しまして、あれか、赤ちゃんの時から眉毛が目の中に入ってる系やったっけ。ちょっと聞いてもらえますか。はいはい、なんでしょう。ここも子供か。私が2箇所は行けないなってことは、ここは保留ですね。この子の成長のために旅に出すか、マンションに一人暮らしさせようと思います。うんうん。どちらがこの子のためになるでしょうか。一人暮らしだけど、はい。誰かが引っ越すまで少し待つことにします。 OK。 以上ね。はい、それじゃあマンション見てこう。さあ、それじゃあ友達マークが一つ。喧嘩では喧嘩だ。喧嘩だ。ってことは一軒家の方におるんやね。はい、ミントさん入ります。どうしたどうした。うんうん、仲直りしてください。それじゃあ大好物とか何にもないんやな。ショートケーキとかどうでしょう。絶対機嫌治るって。どうすか。まあ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 じゃな。オレンジジュース、でもショートケーキの後やけんな、ちょっと酸っぱいかもしれん。どうすか。まあまあ違うんだよ。まあまあじゃダメなんだよ。待って、じゃああれですね、もうオルゴールで気持ちを落ち着けよう。ちょっと聞いてみてもいいですか。うんうん、お腹も満たされてオルゴール聞きよったら眠くなってくるかもしれんけど。穏やかな気持ちになりますね。うんうん、気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあ、仲直りできるんだろうか。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。お、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、仲直りできました。よかったです。レベルアップ。それじゃあ解禁ストールレギンスどうぞ。服解禁ストールレギンスをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ、私からのお返しです。から銀貨をもらいました。ありがとう。もらいまくりや。
実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。お、それはきっと一緒におって楽しいやつやね。ミステリーさんかなり楽しい。よき。結婚したいやって。もう早く結婚しちゃいなよ。まだなの、プロポーズは。どういうタイミングでなるんやろうな、あれ。はい、黒影さん、入ります。お互いにそういう気持ちになったらなるんかな。そうです、忘れないで。何か魚料理が食べたいです。魚料理。魚料理。タイの池作り。どうぞ。いただきます。何か魚料理がめちゃくちゃでかいもの渡した。どうや。すごく美味しかった。よかったよかった。お礼にこれをあげます。あれだな、なんか好物もそうやし、苦手、超苦手もなんか全体的に、なんだ、私は黒影さんにお菓子とかデザート系しかあげてないのかって感じなんやけど。最近この部屋気に入ってきたんですよ。見事になんか普通のね、好物にもそういうものしか入ってないんやな。レベル52やけんさ、ある程度のものあげとると思うんやけどね。結構偏ってんな。はい、それじゃあ、りょうたくん。お、寝てる。夢の中に入っていきますか。危ない。うわ、すごい。すごい、くるっと一回転した。うわーって言いながらも。どういうわけか、お宝マンホールの蓋を拾いました。いらねー。あゆなのそっくりさん、マンホールの蓋で高く売れるんやっけ。いや、トモコレの世界では知らんけどさ、よか悩んでいるときに使う言葉は、うん、なのですが、たまになんかマンホールの蓋盗まれるみたいなのあるやん。いや、このままでいきましょう。はい、わかりました。いや、高値で売れるってことなんかな。あ、それともあれ、なんか限定デザインみたいなやつかな。よか差し慣れてるときに部屋に入ると夢も見てることがあるかもしれません。まさにさっきだよ。そして君だよ。そうめんでもどうぞ。いただきます。この季節ね。どうすか。すごく美味しかった。よかったよかった。せっかくだから遊びませんか。なんかりょうたくんはりょうたくんで全体的にこう、ま、好物も苦手もなんか全体的に豪華なものが多いね。はい、遊びましょう遊びましょう。対戦絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。揃った時はもう一度めくれます。たくさん揃えた人の勝ち。はい、スタート。対戦ね。よし、先行でいきましょう。あゆなのそっくりさんの番です。ドリアンです。ドリアン。マトリョーシカです。マトリョーシカ。困ったぞ。これと、まだ1巡目やけん、そんな困らんでも。これ。あゆなのそっくりさんの番です。全く被らねえな。来たー。よし、ここから怒涛の。もういいんじゃない、いいんじゃない。あゆなのそっくりさん第一です。これストレートでいけるかもしれん。もしかしたら。あ、待って、出てない出てない。ここミロルです。これあと全部いかれる可能性あるな。これ。あ、それではないな。なるほど。いける。いけるいける。これあと全部いけるよ。イエーイ。さすがに2巡目すぐってわけにはいかんかったけど。イエーイ。パーフェクト。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番大きいので。だからトーテンポールをもらいました。ありがとう。一体どこに置くんだろうか。それじゃあ、よし、みんなに募金を募りましょう。さあ、みんなじゃんじゃん入れてって。じゃん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 。2万7100円集まりました。
ありがとう。はい、そしてミニュース見てこう。4時になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。本日アユナティナ風のレスが開催されました。広場に設けられた特設リングにはジャイアントリオ、ペガサス、初雪などの含めるレスラー、マツクロトさん、モットなどのブロッコリーマツクラ、そしてレスラーが駆けつけました。決勝戦は初優勝に意気込むブロッコリーマツクラ、ブロッコリーチョップでジャイアントリオを追い込む場面もありましたが、最後はジャイアントリオがリオ固めからフライングミードロップを華麗に決め、4度目の防衛を果たしました。なんでそっちの映像じゃないの映ってるの？マリノミに聞きました。イエーイ、見てる？ブロッコリーが気になるんですけど。商売できないかな？してると思うよ、はい、のニュース。他の人が先がお伝えしましたねえ、外野ではなく。はい、そして友達クエストか。なるほど。お、男子会歌ってどうやったら上手くなるのかな。人から人から練習あるのみカラオケ通ったら、あ、それそれそれ、上手い人に教わったらどうすればもっと頭が良くなるかな。もう言うてね、自分が歌下手くそなのとかってあんまり分からんっていうけん、今のままで十分じゃない。いや、それを言っちゃったら何か面白いこと起きないかな。わかる。毎日起きてると思うけど ね、あのマンションで。あのさ、床に落としたものってかなり遠くまで飛んでいってびっくりするよね。ものによると思う。あるある。この前ダンベルを落とした時は探すのに苦労したよ。絶対なくならんやろ。最近体重が気になって気になって確実に真下に落ちとるよね。やっぱり飛んでいくような、やっぱり重さじゃないやろね。一人ずっと参加してないんやけど、どういう状態。怖いんですけど、何見てんのあれ。はい、そしてマンションね。バイトに出かけている。ともくくん、これあれよね、初期部屋よね。ちょいといろいろ渡しますか。ともくです。我慢強い男だと思います。どうもどうも。おしゃれな人はちょっと苦手です。マジで素朴な感じがいいんかな。ちょ、まずさ、カツ丼でも食べて。いただきます。お腹を満たして。出すか。あれやね、お父さんと違ってこの目の下の線、お父さん赤いよね。お礼にこれをあげます。赤いよね。君は黒なんだね。実用品毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。まあ、顔はそっくりなんですけど。それじゃあ服を、革ジャンめちゃくちゃ派手やけど大丈夫かな。はい、全然素朴じゃなかったけど、まあまあ気に入った。でも気に入ったんや、新しい自分って感じ。そして部屋もガレージスタイル。もう全体的にどちらかといえば陽キャな感じになった気がするけど。新しいインテリアもありがとうございます。気に入ったんや。とてもいい部屋で気に入りました。ちょっと目覚めたかもしれんね。ところで部屋新しい自分に見ていきましょう。多分自分で選べって言ったら選ばんような感じやと思う。服も部屋もいい感じ。ここは一体どこで寝るんやろうね。リラックスできそうですね。リラックスできそうなのかな、わからん。私別に車好きとかじゃないけんさ、オイルの匂いめっちゃしてきそうな気がする。大事にします。大事にしてください。でもめちゃくちゃ似合っとるよね、なんか。はい、それじゃあ道具で CD をどうぞ。道具 CD をプレゼントしました。あれかな、ドライブの時とかにかける曲みたいな。お、遊びましょう遊びましょう。キャッチ、見事さ、アイテムをキャッチできればあなたのもの、床に落としたら失敗です。さあ、なんだ。ビー玉、難しそうなんですけど。めっちゃ小さいやん。失敗。ビー玉って全然もう見かけんよね。あのラムネに入ってるやつぐらいじゃない。行きますよ。さあ来い。
紐がついていました。そういう冗談やるんですね。実はここだけの話、はい、このビー玉は歴史的に価値のある非常に高価なもので絶対にキャッチ失敗。無理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 、ポフって音が聞こえたよ。てかそんなものを落とすな、ね、高いところから。また遊んでください。ぜひぜひ。宝ティッシュをもらいました。ありがとう、参加賞もらったわ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、次回はとりあえず一人また新しくね、このマンションに住めるようにしておこう。